伝統会見を開始します。市長よろしくお願いいたします。はい、新年を迎えまして謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症が市民生活や大阪の経済に深刻な影響を与えた厳しい1年となりました。亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、懸命に市民の命と暮らしを支えていただいている医療従事者の方々には心より敬意感謝を申し上げます。市民や事業者の皆さんにもさまざまなお願いをしておりますが、大阪市としても引き続き感染拡大、医療崩壊の防止に全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いをいたします。また大阪の経済もコロナにより大きなダメージを受けていますが、昨年12月にはウィズコロナからポストコロナに向けてこの危機を乗り越え、大阪の再生、成長を実現するための新戦略を府市一体で策定をいたしました。この新戦略を推進することにより、2025年の大阪・関西万博の成功や SDGs への達成へとつなげ、日本の成長を牽引する東西二極の一極として世界に存在感を発揮する福祉と大阪を確立をしてまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。僕からは以上です。それでは質問をお受けしようと思います。必ずマイクを通しまして社名氏名をお名乗りの上ご質問をお願いいたします。質問につきましては指定関連のみでお願いいたします。それでは質問のある者はどうぞ。関西テレビさん。関西テレビ長木と申します。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。新年を迎えたわけですけれども、新型コロナの対策という面と、手当という面、それぞれ今年特に力を入れたいような項目があれば教えてください。対策は一番はもう医療崩壊を起こさないという形で、これまで大阪府が司令塔となって対策を、我々はそれを下支えしながら実行をしてまいりました。結果、時短要請、吉村知事から医療非常事態宣言が出てからですね、これ緩やかですけれども、陽性者数、患者数は減少の傾向にあります。従いまして、この状況をしっかり、継続をしながら、医療従事者のまず負担を軽減するために患者数を抑えていくと、そういう対策を講じていくために、病床の確保についても新たに要請をし、大阪市内では年末に軽症中等症の病床34床が確保ができました。そういう状況の中で軽症中等症の病床については少しこう緩和できてきてるのかなと思っております。ただやっぱり重症病床については非常にやっぱり逼迫した状況が続いておりますんで、できるだけこう基礎疾患のある高齢者の方々が感染しないような取り組みを市民の皆さんのご協力を得ながら継続をしていきたいと、こういうふうに考えております。ありがとうございます。まず対策について伺いたいんですが、貴重な34床を確保されたと思うんですけれども、当初は12月末までに100床を目指すとされていました。でなかなかこの目標に届かなかった分析というものがあれば教えていただきたいのと、28日に吉村知事が大阪府の病床確保の支援も明らかにされましたけれども、大阪市でやられていた1床1000万というのは、これ継続して募集されるご予定というのはあるんでしょうか。目標に届かなかったというのはもうこの以前に、大変ありがたいことなんですけれども、軽症中等症の病床は府大阪市からの要請によってできる限り民間の、医療機関が協力をしてくれているという状況でさらに上積みをお願いしたわけですから、なかなかやっぱり
目標には届かなかったということです。で、吉村知事の方がさらに支援策、協力金を用意しながら病床確保を今されているところですけど、これなかなか一挙に増えるということにはならないと思います。これまでももう協力をいただいているわけですから、ただ先ほども申し上げましたように感染状況については緩やかに減少しすぎていると。これも我々としたら一挙にそれは減ってもらいたいと思ってますけども、緩やかに減少傾向にある中で医療崩壊を起こさない、そういう形の病床確保というものをこれから作っていくべきだと。これ無尽蔵にあるわけではありませんから。で、今の状況であればなんとか今の、重症のベッドはまだまだ厳しい状況ですけども、これ ICU ですから一挙に増やせることはできませんけども、なんとか軽症中等症の病床は、現状の数で医療崩壊というものが目の前に迫っているところではないんじゃないかなというふうに思っています。西澤です、よろしくお願いいたします。東京都と、首都圏3、1都3県で緊急事態宣言の要請もしましたけれども、今大阪市長としてその動きをどのように率直に見ているでしょうか。首都圏は全く増加の歯止めがかかっていない。数見ればそうですよね。1週間ごとの感染者数がその前の週に比べて増えているわけですから、我々は一挙に減るような減少する状況にはなりませんが、緩やかですけども減少しておりますんで、東京並びに首都圏の皆さんの状況を見れば、政府に要請されるというのはもうそれ以外にいよいよ手がないんじゃないかなと思っています。やはり我々はこのコロナと経済を両方と回すためにさまざまな手段を講じてきておりますが、住民の皆さん、市民府民の皆さんの、ご協力によって、緩やかに減少しているという数字が出てきてますんで、東京とは首都圏と今違う状況なのかなと。でも状況であれば、その知事の皆さん方が、国に、さらに、厳しい要請をお願いするには緊急事態宣言がいるのかなというふうには感じてます。すいません、時短の要請を11日まで延長してますけれども、これについては今の感染状況からすると、今後どのように判断されていくんでしょうか。これはもう飲食店の皆さん、もうとにかく悲鳴が出てますよ。僕の身近な人たちも、廃業するか、一旦は店を手放すかという、そういうところに迫ってます。で、今減少傾向に、緩やかな減少傾向がになってきてますんでね、一挙にフルタイムやってくれということにはそこまではならないかもしれないけども、時短の要請時間を少し延長するとかいう形でやっぱり商売成り立つ、そういうことも我々は考えていかなければならないと、こういうふうには思っています。発言についてなんですけれども、例えば1時間今お願いしている時間より後ろ倒しするとか、そういうふうに具体的に検討されているんでしょうか。もちろん感染症対策は講じていただいた上ですけどね、ある程度やっぱり自由にご商売ができるような
ことはやっぱり我々、認めていく、認めるというか、もともと陽性ですから、もう陽性答えられないという方に強制できないわけですけどね、そんな中で感染症対策を講じていただく中で、やっぱり商売を、自らの商売を、やっぱり成り立つような形で、運営されることに対して、我々がさらなる今の時点でさらに厳しい要請をお願いすることはないと思います。次の質問をお受けいたします。 NHK です。すみません、重ねてになってしまうんですけど、 NHK の清水と申します。先ほどのご発言の件で、仮にその今の時短要請の時間を少し後ろ倒しにするといったご対応がある場合に、その協力金の中身っていうのはどうなるのか、今お考えの範囲で伺えますでしょうか。これは大阪府で国と協議をして、国の財源を活用しながら今やってることですので、そこの部分は大阪府の吉村知事の判断になると思います。で、我々が、上乗せしている部分については、これは年末年始書き入れ時の対応として、我々、市内の飲食店舗に上乗せしてきたわけですから、これはまあ年始1月11日までということで、今予算も確保してきておりますので、改めてそれ以降についてはリセットをいたします。次の質問を受けいたします。朝日放送テレビ、ABC の大久保と申します。今年もよろしくお願いいたします。ちょっと話題が変わるんですけども、公益一元化とですね、祖国について、来月の議会で、目指してらっしゃるところですが、この、すみません、それぞれの意気込みについてちょっと改めて教えていただけますでしょうか。いや、意気込みというか、公益一元化については、これは今の、この10年間の大阪の形を、ルール化しようということですから、僕から見れば、大阪市を残す中で二度と府市が対立しない仕組み作りですから、ごく自然な、こう提案、共産党と、自民党も、あれなんですけど、もともと自民党も二重行政とか府市の対立はなくしたいという、そういう思いでやってたわけですから、共産党以外はこれは反対する理屈がそもそもないんじゃないかなというふうに思ってます。結局自民党や共産党の議員というのは、自分たちの市会議員の権限を、自分たちも府議会議員いるのにね、自民党の府議会議員もいるわけですよ。で、共産党は減ってますけど2名いるわけだから、自分たちの既得権のような形で権限をこう持ち続けたいという、そういうことで反対されるというのは非常に、そういう発言をされているのは残念で仕方がないと思います。また総合区の条例については、これ公明党さんの、発案で、吉村市長時代に熟議をされて、公明党案ですから、だからこれはさらに、基礎自治体として身近なところの、今の行政区を、総合区に格上げしていこうと、権限を、移譲していこうと。ただしこれはやっぱり選挙で選ばれる区長ではありませんから、予算編成権そのものというわけにはいきませんけども、今の各行政区の予算、と仕事、権限をさらに少し拡大して、身近なところで行政を動かせるような仕組みを作っていくんで、これも大きな反対をする理屈がそもそもないと。で、これ反対するんなら結局選挙区かという話になりますね。自分たちの今のこれも既得権益バッジを、なんとか維持するために選挙区を変えるのが嫌だと、もうそういうせこい形で
反対されるというのを表でね、議会というところで、まあ、せこい形で反対されるというなら、それを有権者の皆さんに判断いただきたいと思っています。続いてなんですが、弊社とですね、実は弊社 JX 通信社ということで、1月2日と3日に1000人をサンプルしましたの情勢調査をいたしました。その結果なんですけども、実は広域一元化については賛成が反対を大きく上回る結果が出まして、総合についてはですね、賛成と反対がかなり拮抗した数字と 38% になっています。そうするとこの結果についても弊社の女性調査なんですけども、ちょっと受け止めというかお考えを。だから総合区が特別、都構想の特別区とちょっと誤解があるんじゃないかなと思います。総合区というのはあくまでも政令市大阪市の内部組織 でそこに権限が、さらに今のルールの中での権限と財源移るんで、より住民の皆さんに近い形で都市内分権ができるというところですから、そこが少し誤解があるんじゃないかなと。どのぐらいの差なの？ですね、30広域一元化については賛成42、反対25なんですけども、総合区については38%、ほぼ同じ数となっています、賛成反対が。だからまさにちょっとそこがそういう誤解が、特別区的なものじゃないかなという誤解されているのかなと思います、うん、これはもう全くそうじゃなくて都市内分権の話なんで、それをちょっと伝えていきたいなと思いますね。これ最後の質問なんですけど、実はこの情勢調査ですね、公明支持層に、特化した答えになりますと、実は総合区間については6割が反対、広域一元化もですね、3割が反対されているという結果となります。このちょっと公明支持層の数字については何か考えますか？まあ、総合区案は公明党さんが主導して作ったものですから、ぜひ公明党の皆さん、自らの、こう支援者、支持者に丁寧に説明していただきたいと思います。ありがとうございました。次の質問をお受けいたします。関西テレビ。関西テレビ稲垣と申します。また病床確保の件についてなんですけども、そもそも100床を目指されていたっていうところの数字っていうのは、まあ、大阪市内と市外に関して、まあ、患者の数とベッドの数のこうアンバランスを整えようというための数だったのかなと思うんですが、まあ、一定確保34床ついて、まあ、なんとか今の状況でやれるかなという認識を示されておられましたけども、そこのこう市内と市外の、まあ、依然としてちょっとまだバランスが整っていないということに関してはどのようなご認識でしょうか？現状は市内の患者数の方が、こう要は、減少率がちょっと増えてきています。現状は年末から年始にかけて、年末あたりからですね。だから患者数に対してベッド数というのは患者が減少してくればその比率は、並んでくるわけですから、今の患者数で考えれば、市内市外も含めてまあバランスは取れてるんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり市内の患者数陽性率高かった、状況で、市内のベッドが少ないという判断して増やしてきましたけども、今市内の患者数もが減少率としては少し上回ってきてますんで、バランスは取れてきたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。一床1000万の一旦打ち切りをされて、支援金協力金については、まあ、今昨年末に大阪府の、吉村知事が出されたもので統一ということでよろしいですか？時短要請、協力金です。それは総出で統一していきます。わかりました、ありがとうございます。次の質問をお受けします。毎日新聞、宅配新聞で青いです、よろしくお願いします。今先ほどですね、その市内の陽性率が下がってきていると、これは一体何がですねこう効果を出していると思われますか？一番効果が高いところはどこでしょうか？いや、その何がというのは、でも皆さんがやはり我々の時短要請等で、に、こう重く受け止めて、
そういうコロナに感染拡大をしない、そういう形の行動をやってもらってるんだろうということだと思います。やはり大阪市内は他に比べて、まあ、お店も多いですし、そういったところがですね、今回 その陽性率減少しているのであれば、大阪市内の減少にかなり効果が出ているのかなとちょっと考えたもので、そういう質問をしたんですけれども、先ほど一番最初の方にですね、今後その基礎疾患のある高齢者が感染しない取り組み、これをまあ重要視されたいということだったと思うんですけれども、具体的にはどういうふうなやり方でいきますか。これ今日も職員への新年の訓示でも申し上げましたけれども、そういう高齢者と関わる機会の多い、そういう介護の従事者等にやっぱり検査をしてもらう機会を増やしていくということがまずやるべきなのかなと思ってます。それからやっぱりワクチンをこう国が、承認をすれば、そして、日本に入ってくれば、できる限り早いうちに、高齢者と基礎疾患のある方々に接種できる体制を作っていくということです。ありがとうございます。それとですね、今各、近隣府県の方から、医療従事者の方々の応援をいただいていると思うんですけれども、これのその期限というのがですね、まあ、この今月中にも来るのかなと、今後その今月のその期限を超えての要請というのは継続していかれるんでしょうか。これは大阪府の吉村知事が判断をされることだと思います。だからその感染状況に応じた形で、応援のしていただいている皆さん方に対して の継続なのか、一旦ここで終了いただくのか、それは大阪府域全体の感染状況に応じた判断を知事がされると思います。それとですね、時短要請の後ろ倒しの可能性について、お話があったかと思いますけれども、今減少傾向にある中でですね、時短要請を今度は逆にその後ろ倒し、まあ、若干ちょっと緩和するとまた増えちゃう可能性があるんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりのバランスについてはどう思われますか。いや、だからこれはもうブレーキとアクセルで、だから、今は年末年始はブレーキを強く踏んできました。アクセルから足を離して、で今度はアクセルを踏み込むところまでいきませんけども、やっぱりブレーキを少し緩めるという、そういうこうアクセルとブレーキのもう微妙なこう使い方でやっぱり経済も回していかないと、もうお店やってる方々これもう成り立ちませんから。だからやはり、患者数が減ってくればやっぱり基本として自由に商売できるという、これはもう日本はそういうルールというか、そういう形で守られてきてるわけなんで、今の時短要請というのはあくまで要請でご協力いただいているわけですから、数が患者数が減ってくれば、それは、基本に立ち返るというのは当然の話だと思います。すいません、飲食店そのものには協力金、というものがあるわけなんですけれども、その飲食店にこう関係している飲食店関連企業といいますか、関連事業者さん、こうした方々へのなんか措置といいますか、支援というのは考えておられますか。これは全体の経済支援については、これは我々が飲食店に、協力の要請、時短要請しているのは、これはあくまでも医療崩壊を起こさないという感染拡大をさせないための、協力要請です。でこれ経済支援はやっぱり国が責任を持ってやるべきだと、本来は僕らにそれはもう地方分権ですけどね、任せてくれるんならやりますけども、我々もこれは吉村知事もそうですけども、我々には、そういう記載国赤字国債発行できる力は持ってませんが、やっぱり与えられた財源の中でやりくりしてますから、
将来世代に付けを回さない形で、無尽蔵に財源を持ってるわけじゃありません。ですから、まあ、そんな中で、まあ、マクロ経済支援、これはやはり国が方向性をしっかり示すべきだと思っています。ありがとうございます。次の質問をお受けいたします。毎日放送。毎日放送柳です、うん、今年もよろしくお願いします、うん、ワクチンの接種に関してですね、まあ、早ければ、まあ、今年度中にもというふうに、年頭の挨拶でも、まあ、一緒に述べられていたと思うんですけども、府の方ではその組織体制というのをですね、まあ、昨年中に作ってですね、まあ、自治体できちんと受けられるように体制作りをしていくということですけれども、大阪市としては今後ワクチンの接種に向けて市役所内でそういった体制作りとかっていうのはどのようにお考えになっていますか。もうこれ健康局でワクチン接種体制は事業者公募もしてますから、もう我々は今事業者公募まで行ってるのは、まあこれも吉村知事ともいろいろ協議もしてます、ですから、体制は、今大阪市の体制は整っております。これから事業者決めます。もう ある程度の、事業者のこう取捨選択も大体しておりますんで、そんな中で具体的な作業内容まで詰めていってますから、事業ですから、まあ、大阪市としては、国からワクチンが来れば速やかに接種できる体制を整えているということです。ありがとうございます。あと言って昨年その南に休業要請を出されたときに、ポイント還元という形で、休業要請を出されている飲食店など以外にもですね、そういった支援策というのをやられて、で去年の段階では松井市長はですね、まあ、大阪市全域に広げたので、地域全域に広げることも含めて考えるというふうに話してたと思うんですけれども、そういった対策については今現状ではどのようにお考えでしょうか。いやこれはもう経験済みですから、やっぱり要請したエリアについてはその後、売上した減少、売上減少を少しでも回復できるようにポイント還元というのはこれは府市一体でこれまでもやってきましたので、全体に広げる中でやっていきたいとは思っております。ちなみにやるとするとですね、時期というのはどのように今現状でお考えでしょうか。これ1月2月っていうのはまあそもそもこう非常に気候的にも厳しいし、あまり消費拡大しない時期ですから、やはり効果が出る頃、まあ、少しお財布の紐が緩む、毎年そういう時期、まあ、そういう時期を見計らいながら、一挙に期間を区切るとまたその時点で人が殺到しますんで、まあ、こう緩やかというか穏やかにそういう、 こう消費拡大ができるように、ある一定期間はやっぱりスパンを考えながら実施したいと思っています。ありがとうございます。関西テレビ。何度もすみません、関西テレビです、うん、ちょっと確認なんですが、時短営業の後ろ倒しというのは現状は今午後10時までを考えておられる状況ですか。いや、まずはもう要請を一旦取り下げさせてもらうということがやっぱり一番です。皆さんやっぱり自由に商売できるというのが基本ですから、やっぱり陽性者の数が減ってきて医療の崩壊の懸念というのが低下すれば、自由に商売してもらうというのがこれは当然あるべき姿ですから、だからそこへ行けるかどうかというのを今、日々の陽性者数を注視しながら考えているということです。直近でいうとその11日までとされてましたけれども、8日には多分
府の対策本部会議開かれると思うんですが、その時点で、要請の解除というのもあり得るということですか。それはまあ府の本部会議で決定されることですけども、その時に今の患者数がどうなっているかと、だからやはり、大阪完全にこれを、時短要請解除するにはやっぱり黄色ランプに点滅っていうのが大阪府としては一つのメルクマールになるんじゃないかなと思います。これはやっぱり、重症のベッドが余裕出てくるかどうかというところが、まあ、肝かなと思ってます。まあ、ここは吉村知事が判断されます。そういうところでいうと、今の現状でいうと、まあ、完全な解除とはなりそうになく、少しまあ1時間くらい後ろ倒しにされるようなのが現実的かなというご認識ですか。まあ、今の状況であれば、緩やかに今ブレーキ踏んでるのを緩やかにブレーキを緩めていくという、やっぱアクセル全開にまでは難しいのかなと思います。ありがとうございます。次の質問をお受けいたします。他ご質問よろしいでしょうか。読売新聞、読売新聞の上本です。よろしくお願いします。さっきの時短要請の協力金なんですけど、先ほど、一旦はリセットしたいとおっしゃったんですけれども、このリセットっていうのは、その後、もし時短要請、一部続けるとかいうふうになった場合とかにですね、その金額を減らすという意味なのかも、なくして、大阪市として独自の分を なくすという意味では、どのように考えられていますか。年末年始、これ、大阪市、市内の飲食店舗 その協力要請に対しての協力金、この事業だけでも事業費ベースではもう500億程度の、事業費になってますし、市単位でも、100億を超える、その財源に、なってきております。コロナっていうのはこれからやっぱり、一挙に、アフターコロナの時代が来るわけでなく、やっぱりウィズコロナっていうそういう時代もその時期があるわけですよ。で、何度も申し上げるけども、我々地方自治体というのは無尽蔵の財源があるわけではありません。やはり将来世代に、そうツケを回すことなく、そのさまざまな危機事象に対応していく。で、これ今回はコロナの危機ですけども、毎年のように自然災害のそういう危機もあります。そういう、こう危機に対応するためにも一定財源の確保というものも考えなければなりません。そういう中で、大阪市の、財源体力、これを考えながら対応をしていると。年末年始の、大阪市内、市内の大阪市としての、月、20万円、上乗せ分については、これは書き入れ時対応として、これは僕が、やろうということで上乗せしたわけですから、これは12月、1月という書き入れ時、忘年会、新年会の対応時期は、この上乗せ分を、財源措置してきましたけれども、これはずっとそれが財源として確保できるわけではありませんので、一旦は、この11月、1月11日をもってリセットさせてもらいたいと思っています。他にご質問ある方はおられますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。続いて政務に移ります。質問のある者お願いします。いらっしゃいませんでしょうか。では終わります。ありがとうございました。